おととし4月の大地震でおよそ9000が亡くなったネパールで、地震直後に数地で救援活動を行った日本の国際緊急援隊を題材にした映画が15日から公開されました。この映画は、カトマンズ、約束で、おととし4月にネパールでお、たま、に中度 7.8 の大地震の直後、日本、国際緊急援助隊が現地で救援活動、当たった実話を題材に、日本人の映画館が制作し、15日からネパールで公開されました。映画の中では、援助隊の目、場が倒壊した建物の中で生存者を捜索したり、地震で怪我をした人たちの診察をしたりする様子や、被災した人たちが復興、向けて力強く歩み始める姿などが描かれ、います。首都カトマンズの映画館で、画を見た男性は地震で多くの親戚を亡くったということで、日本の人たちがネパルのことをとても気にかけてくれているとが分かりました。この映画を通じて両の絆が深まると思いますと話していました。公開に合わせ、ネパールを訪れ、いる監督の伊藤敏郎さんは、映画を通じ、ネパールの人たちに日本人はずっと見ているというメッセージを伝えたいと、いますと話していました。この映画は、本でも、地震から3年にあたる来年